世界の皆さん、こんにちは。本日は小島と阿部で伊豆にある幻博覧会にお邪魔しました。精神が崩壊するという噂がありますが、我々はそれを真っ向から否定します。幻博覧会の素晴らしさはそんなところではないことをこれからご説明差し上げたいと思います。セーラ館長。セーラ館長とは幻博覧会の館長の名前である。なんとなくお客さんを楽しませようとセーラー服を着てみたら、ツイッター上でセーラちゃんと呼ばれるようになったのが始まりだったそうです。偏見だが、こういう派手な見た目の人は中身がぶっ飛んでいるか、意外と真面目でおとなしい人のどちらかだ。調べてみたところ、セーラちゃんは明らかに後者だった。セーラ館長は滋賀県琵琶湖の近くで鮎の佃煮を家業とする家庭で生まれ育った。高校を卒業後は弁護士を目指し、日本大学法学部に進学。当時から弱い者の味方になって虐げられている人を助けたいという思いがあり、今もその思いは健在。35歳の時に独立し、出版社を立ち上げ、小島が高校生の頃にヴィレッジヴァンガードで読み、彼の人格形成に大きく寄与した悪の手引き書を筆頭に、他では見られない先鋭的な本を出版し続けた。今の小島を作り上げたのはセーラ館長だと言っても過言ではない。その後、誰かの明日を楽しくしたいという思いから2011年に幻博覧会を開館。今もできる限り現場に立ち、少しでも来館者にとっていい思い出になるように心がけているそうだ。コスプレをすることに恥ずかしさもないし、ゴキブリも怖くないそうですが、蜂は怖いと感じる可愛い一面も持っている。来館者によく質問されるそうだが、セーラ館長は展示物の数は把握しておらず、特別な思い入れのある展示物は特にないとインタビューで答えており、過去の展示には展示を終えるとその途端に興味を失ってしまうそうです。劣化する展示物も修繕は行わないと決めており、修繕するぐらいなら新たなエリアを増やしていきたいという考えだそうです。おそらく新しいことに挑戦はするが、保守運用は苦手なタイプと予想される。会社の部下は大変な思いをしているに違いない。あの傘じゃ雨避けるんですおばあちゃんの部屋。多くの人が奇妙な展示物を見て、ここはヤバい場所だと論じるだろう。我々も概ね意見は同じだが、一つだけ全く違った印象を受けたエリアがある。おばあちゃんの部屋というエリアだ。賞状やタンス、さまざまなぬいぐるみや人形等が小さなプレハブ小屋に詰め込まれ、雰囲気もどこか懐かしい。最初に見た時は、どこかのおばあちゃんの部屋というテーマで品物を並べているだけのエリアかと思ったが、一歩足を踏み入れると空気が違うことに気づく。それもそのはず、ここは亡くなってしまったとあるおばあちゃんの60年にわたるコレクションがそっくりそのまま移設されているのだ。捨てるには忍びないが、残しておく余裕もないという遺族から相談を受けたセーラちゃんは、この思い入れのある品々を受け入れて展示することにしたそうだ。おばあちゃんがここに展示されることを喜んだかどうかはわからないが、いつかたくさんの人に見てもらいたいと話していたそうなので、おそらく喜んでいるだろう。性的なマネキンや人体のグロい標本と同じ場所に展示されなくて本当に良かった。霊感はないし非合理的なことには関心がないとどこかで語っていたセーラちゃんだが、おばあちゃん子だったのではないかと推察される。他の人のおばあちゃんのやつ全部4トントラックで行って回収してきたんだって。みんなじゃあ本当はなんかちょっと勘違いしてんのかもね。セーラちゃんのことちょっとぼかしてたかもしれない。ほら、おばあちゃん子だな。何があったんだろうね。多分ね、あれだと思う。万引きだと思う。うちのおばあちゃんもキセルで捕まって、うちの母が迎えに行ってぶち切れたのか。やめろよ、使えねえよ。精神崩壊とは、ネット上で幻博覧会は精神崩壊するなんて取り上げられているが、ここはそんな場所ではないというのが我々の感想だ。ここに集められた展示品はおばあちゃんの遺品であったり、潰れた秘宝館や施設の展示品を後世に残すために飾られているものもたくさんある。そして何よりも、誰かの生きる活力になればというセーラ館長の思いが詰まった場所なのだ。確かに見慣れない展示物は多いが、親が見たらちょっと心配するかなという程度だ。そもそも精神が崩壊した人間は SNS に投稿することはできないので、本当に危険な場所であれば幻博覧会の情報が出回ることはない。だが僕たちが行った時に、近くで YouTuber らしき男女グループが、うわぁ、精神が崩壊してきたと動画の撮れ高を意識してわざとらしく楽しそうに発言していた。彼らは本当に精神が崩壊したことなどないのだろう。
安倍はかつて失恋を経験し、思わずその思いを詩や文章にしてしまった経験がある。それだけでも地獄だが、それを友達に見せたりしていた。あの時の経験を思い出す方がよっぽど答える。だがそんな男女グループの YouTuber を見て、何なんだそのダブルデートみたいなグループは、羨ましすぎておじさん二人は精神崩壊しそうになったが、なんとか正気を保つことができたのには理由がある。最後に見た彼らは園内にある更衣室で楽しそうに撮影していた。一発ギャグをする男子と、ギャグの意味が分からずキョトンとする女子たち。精神崩壊しかねないと思えるほど強烈に滑り倒し、地獄のような空気が我々にも伝わってきた。我々は笑いが止まらなかった。怪しい少年少女博物館。どこ行く。トイレ。もともと熱帯植物園だった幻博覧会の広さは東京ドーム一つ分あるが、施設にはほとんどトイレが存在しておらず、前半に一箇所あるだけなのだ。序盤にトイレに行かないとずっとトイレを我慢し続けることになり、尿意が増すにつれて展示物を見ているようで見なくなる。どこに皆さんの人生を左右する出会いが転がっているかわからないので、これから行く人は必ずトイレを見つけたら事前に行くようにしてほしい。園内の雰囲気からそこら辺でおしっこをしても展示物だと思われるかもしれないが、さすがにそれは許される行為ではない。万が一おしっこを漏らしてしまったとしても、セイラちゃんに泣きつけば対応してくれるような気はするが、漏らしたパンツを没収され展示品として飾られる危険もある。そうなってしまっては年間3万人の来場者に地帯を晒し続けてしまうことになる。我々はなんとかトイレのある位置まで戻り、事なきを得ることができたが、おそらく失禁してしまう人が出るのも時間の問題だろう。途中にトイレ神の神様という祠があり、トイレットペーパーが祀られているのは緊急時の応急処置に使ってほしいという配慮なのかもしれない。未開封だったので今のところ誰も漏らしていないようだ。ちなみにトイレが幻博覧会の中で一番清潔で不気味さが全くない。質のいいお店はトイレが綺麗と聞いているが、これほどまでに相関関係が見えない施設は初めて経験した。絶対に見ておいて損はない。ちょっと難しいな。もうこれ一番難しい。このマスク、これはもう置物なのか落とし物なのか。短冊。一点だけ許せないことがある。それが来館者の短冊だ。誰でも自由に短冊に願い事を書くことができるが、この願い事がとにかく欲にまみれている。男女ともにとにかく性的な願いやお金にまつわる願いが多かった。こんな場所だからこそ普段は言えないようなことを書いているのだろうか。そもそもこんなところでわざわざ下品な短冊を書いて何になるというのだろうか。この場所を作ったセイラ館長は、幻博覧会から200メートル先にあるマーブルココでよくパンを買い、夜はマックスバリューで買ったお寿司をつまみにビールを一人で飲んでいるようなつつましい方なのだ。そんな人の良さそうなセイラ館長が作った短冊に、やれ金が欲しいだ、やれおっぱいを大きくしたいだの書いたところで叶うわけがない。真夏に踊りすぎて体脂肪率が 6% になってしまったセイラ館長に、これ以上何をしろというのだ。最後にそんな恥ずかしいことばかり書いてある短冊の中から面白い願い事を発見したので、そちらをご紹介差し上げたい。こんなところに何か書く。